14日未明、官邸で岸田総理、タバコ増税に新案を策定、小学生にまで丁寧に説明する姿勢と覚悟を表現しました。今回のタバコ増税なんですけども、従来のタバコに加えて、ココアシガレット、まあ、つまり、駄菓子屋で売っているですね、お子さんが食べる、このタバコのお菓子についても、増税を検討ということでございます。 こちらの方、従来30円から40円で販売されているものを、タバコ税を200%から300%かけて1箱300円にする方針ということで調整をしているそうです。これに対して税制調査会、そして経団連はいいんじゃないのというふうにコメントしたということです。正式な報道は明日15日、会見で行われるそうです。